おや、じゃあお疲れ様でした。どうも。ありがとうございます。まだよろしくお願いします。2013年の7月の4日ですね。今日はですね、福島の近くのですね、福島の、常磐線の一番福島第一原発に一番近いここまでちょっと資料を運んでいきましたけど、そこで何か新しい番組を作りたいと思いまして、ちょっとインタビュー番組を作りたいと思いまして、今日なんか最近のニュースですね、まあ今日昨日のニュースで、なんか柏崎刈羽の原発が再稼働するとか、今日は福島に行ってきたわけですね。質問をちょっといろいろ考えまして、ニュースのちょっとインタビュー番組をちょっと今日は1時間で作りたいと思います。さあ池袋の街に行ってみたいと思います。池袋の街へ行ってみたいと思います。マクドナルドから、マクドナルドから何か話しかけやすそうな人とアタックしてみたいと思いますけど、ちょっと無料で答えてくれそうな人にちょっとアタックしてみたいと思いますけど、おっと、服部コーヒー店の前に一人いらっしゃいますか。すいません、はい、YouTube の動画撮ってるんですけど、ちょっと質問に答えていただいてよろしいでしょうか。ただいま、すいません、おっと断られてしまいました。仕事中なんで断られてしまった服部コーヒー店の方でしたね。松本清さんです。なんか男って好きじゃないですか。あんたの家やあんたのうちの店主黙ってました。今度選挙があるという、衆院選があるということで、衆院選があるということで、今日のニュースで衆院選についても聞いてみたいと思いますね。どうか、答えてくれそうな人に行ってみたいと思いますね。答えてくれそうな人にちょっと声をかけてみたいと思いますね。まずはこちらの、すいません、インターネットの、おっとこちらの焼かれてしまいました。やはり映りたくないのでしょうか。やはりあまり映りたくない。竹谷クリステルさんが何かあったそうです。何かオリンピックの招致活動に何か来るわけですけど、何か なんか外国の人に言ったんですけど、番組見たんですけど、おっとこちらの方にまたインタビューをしていきたいと思いまして、見たいと思います。
止まっている方に積極的にインタビューをしてみたいと思いまして、こちらのスライの方にも何かこちらの方にも聞いてみたいと思いまして、何か声をかけられそうな人がなかなか難しいということでございまして、これがテレビの作り方の難しさというやつでしょうか。ちょっと難しすぎましたかね。西口の方に今日はやってまいりたいと思いまして、なかなかインタビューに答えていただくのは難しいというのが現実であります。1時間で何名の方に声をかけるんでしょうか。待ち合わせの方がいらっしゃいます。すいません、 YouTube の動画を撮ってる末村という者なんですけど、ちょっと質問にインタビューの番組を作ってるんですけど、質問にちょっと答えていただくことは可能でしょうか。今ダメだということで、ダメだということでした。すみません、 YouTube の番組を作ってるんですけど、ちょっとこちらの質問に答えていただくことは可能でしょうか。ということでございました。すみません、 YouTube の番組を作ってる末村というものなんですけど、ちょっとこちらの質問に答えて、無理だそうです。ありがとうございました。いかに質問に答えていただくのが無理だということを分かりました。歌の方でございます。こちらのことにインターネットの番組を作ってもらいたいですけど、こちらの質問に答えてもらえたらどうでしょうか。あれ失礼する、はい、青いとかやってるYouTube だったフットバックはい、フットバックハイヤー、ハイヤーコンプリートですよね。ああ、ロッキーやないですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなか質問に答えていただくことは可能で、全く無理なんでしょうか。これは難しいということで、どれぐらいの方が、すみません、インターネットの YouTube の番組を作ってるんですけど、こちらの質問に、すみません。
ね、インターネットの YouTube の番組を作ってるんですけど、こちらのインタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。すいません、私は、はい、ジョイ君です。はい、日本語がかなり、イングリッシュは、English. What do you think of Japanese nuclear reactor running relight? Kashiwazaki Kariwa Genpa. English. Very well. Thank you very much. Thank you very much. こちらの方もダメでした。ということで、何人であれですね。すみません、インターネットの YouTube の番組を作ってるものなんですけど、すみません、インターネットの YouTube の番組を作ってるんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいですか。はい、あなたはインバート再稼働についてどのように思われますか。柏崎刈羽原発を再稼働するらしいですけど、どういうように思われますか。ニュースですけど、人口を無限に増やすにはどのようにすればいいと思いますか。難しい。オリンピックの招致はどのように思われますか。東京のオリンピックはどのように思われますか。難しい。今回の衆議院選が4月もうすぐ公示されますが、今回の選挙はどのように思われますか。難しい。やんなくてもいいと思います。やんなくてもいいです。今年のノーベル賞は誰が取ると思われますか。難しい。 iPS の再生医療についてどのように思われますか。難しい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。I'm a YouTube making YouTube programI interview people, Ikebukuro people. Can I record your talk? Please give me any comment. No. Thank you very much. Thank you very much. これの外国の方、とっても無理でした。すみません、インターネットの YouTube のちょっと番組で録画してるんですけど、こちらのちょっと質問のインタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。いいですか。あなたは柏崎刈羽原発の再稼働についてどのように思われますか。ニュースがありましたけど、はい、原発については再稼働自分としては賛成。賛成でございますか、うん、ありがとうございました。なんか、では今回の衆院選は衆議院の選挙が4月8日に自分としては関心が薄いですけどね。薄いですけど、やっぱりね、はい、こういうものに関連づけてやるんですから、はい、その賛成派の人に、はい、注力に推進していただきたいと思います、はい。それは自分としては昔は大昔にもう何十年もなりますけど、はい、原発関係の仕事やってたんですよ。あ、そうなんでございますか。設計とかその、あ、そうなんですか。エンジニアの方で。そうなんですよ。 だけど体壊せたんですね、感染の影響で。はい、あっという間ですけどね。そのもうちょっとのあれですよね。このことについてどこ詳しく説明、なんか今回の、はい、この
方でアメリカから、まあはい、機密解除になってね、ちょうどジョンソン選挙にもあったんですよ、はい、日本は反共のところにしようというその、まあ、アメリカの対日世界政策ですね、その一環で、はい、その国外で、はい、そのね持ち出すことを許可したんですね、その政権が全然あったのに、はい、アメリカに来たから、アメリカもかなり行き詰まって困ってたんですね、今の政策が、はい、日本もそういう意味で協力しないといかんという、はい、いう立場があったんですよね、はい、でその頃はね、この方で BWR っていうの今、はいはいはい、ほとんどの沸騰型、はい、沸騰水があるんですよ、沸騰水ウォーター・リアクターというのが、ねはいはい、あと PWR という、はい、PWR っていうのは圧力水型、加圧水型ですね、加圧水型、はいはい、もっと圧力を高めてくれる、はい、キロぐらいの、まあ、お詳しいですね、さすがの現場の働いて悪化してなかった、でもあれは、はい、あれ働いてても災害の影響を受けないとほんのわずかに出てきますからね、はい、あれがどうも自分で納得してるので、あれを働かせられなければ、はい、いかんと思うんですね、はあ、じゃあ原発は再稼働は OK だよ、これね、やっぱり経済落ち込むんだって、はい、引退しますからね、基本的に、はい、時代も、こういう時代にもうどんどん伸びる時代ですから、宇宙とかそういうのね、はいはい、宇宙でも使ってますからね、はい、宇宙開発に必要だという、ね、はい、制御しながら十分に管理、はい、反省して中国化をやれば、はいはい、そういう宇宙時代ですからやむを得ないと思います。ありがとうございます。先生方、ありがとうございます。もう一つ、人口を無限に増やすにはどうすればいいと思いますか？難しい。それは、はい、回答はないと思います。このグローバルの中ではダメですね。グローバルだね。宇宙空間とか、そういう仕組みに来たというと、まあ、空想って今の段階で SF もんでしょうけども、はい、要するに人間の想像力の限界内でそういうことはできると思うんですよ、はいはい、できると思います、うん、あのオリンピック、食料問題とかいろいろもあるんです、はい、ありますね、このねグローバルの地球の中だけじゃ、はいはいはい、技術的じゃありますよね、はい、人間に増やすって言えんというのは、ね、現実的じゃない、人間ですから、ね、土地は人間、地球は人間ですから、今年のノーベル賞は誰だと思いますか、ズバリ。何誰が何だって言ったら、お詳しい原発に宇宙のことをたまに見ます、はい、オリンピック招致はどのように関心がですか、それいいんじゃないですか、いい、ねね、はい、景気対策もあるし、景気対策もある、はい、そういうこともあるし、はい、山中教授の iPS 細胞の再生学はどのように思われますか、まあ問題ないんじゃないですか、ね、問題ない、ね、はい、廃止細胞の表現ですね、廃止細胞の、はい、最新技術、はい、こういう時代にも行ってんだけど、中国株やればそれがいいんじゃないですか、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、どうも、社長さん、ありがとうございます、すいません、もうありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、途中にただいま原発の方がいらっしゃいました、Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、 Thank you very much. ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでございます。池袋で聞いてみたいと思います。池袋の方たちにご意見を聞いてみたいと思います。結構当たってくる人がいいということでございますね。ポリグルを折ってください。はい、鶴を折ってもらえませんか。はい、あの YouTube の録画してるんですけど、ちょっとインタビューに答えていて
いただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらやってます、アニカイドストリッパー物語ということですね。塚公平代表者ストリッパー物語ポツオル長谷さん、アニカイドフミシンゴ新試練しようございます。おはようございます。おっとカメラの方がいらっしゃいまして、こちらの方がやってるのも、はい、じゃあ明日確認してみようかな。すいません、 YouTube のインタビューに答えていただいてよろしいですか。無理でございます。ありがとうございます。すみません。インターネットの YouTube の動画を撮っているものなんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。無理でございますか。ありがとうございます。無理でございました。なかなか無理でございます。なかなか無理でございます。なかなか無理でございます。無理でございます。なかなか無理でございます。すいません、突然ですが YouTube の動画を撮ってるもんなんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。よろしくないです。よろしくないです。ありがとうございます。難しいということ、インタビューに答えていただくことは非常に難しいということが実感しました。もっと探したいと思います。ちょっと学生さんらしき人にちょっと聞いてみたいと思います。かっこよかった。立教の学生さんでしょうか。すいません、はい、YouTube の動画を撮っている末村という者なんですけど、はい、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。動画を撮らなければインタビューに答えてます。あ、顔を撮らなければ、はい、はい、じゃあ顔を撮らなければ、あなたは原発再稼働についてどのように思われますかという今日のニュース、昨日のニュースがあったんです。私は肯定的です。肯定的ですね。その理由は、まあ、別にちゃんとした運用を決めれば、はいはい、一番資源的にも、はい、これは
おはようございます。いや、まあ、正直コスト問題で原発を廃炉にするってすごいお金がかかるんで、はい、なんかどうなんですかね、エネルギー問題としてっていうふうに私は思っちゃいます。ああ、そうでございます。法律的じゃないですか。いや、次に人口を無限に増やすにはどのようにすればいいと思いますか。無限に増やさなければいいと思います。無限に増やさなければいい、はい、その必要はないと。ないと思います、はい、オリンピック招致問題についてはどのように思いますか。あ、盛り上がるのはすごいいいことだと思います。盛り上がるのは賛成でございます、はい、衆院選の7月の衆議院選挙には、ね、あ、自民党に絶対勝ってほしいです。自民党に勝ってほしい、はいはい、iPS の再生医療についてはどのように思われますか。マジでよくわかんないです、まず、はい、今年のノーベル賞は誰になんと思いますか。本当すいません、無学でわかんないです。いや、とんでもございません。答えていただいただけでありがとうございました。すいませんでした。ありがとうございます。 YouTube でございました。すごいな、嫌いではないけど。ありがとうございました。すいません、 YouTube の動画を撮ってる末村という者なんですけど、あ、ダメでございました。ありがとうございます。すいません、 YouTube のインターネットの動画を撮ってる末村という者なんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。はいはい、はい、あのニュースでありましたけど、原発の再稼働についてどのようにお考えでますか。あんまり興味ねえな。あんまり興味ないというか。興味ないっていうか。はい。賛成でも反対でもないという。できないでしょ、何も。はい。何もできない。何もできない。今の状況では、ね、ということでございます。何もできない。では、人口を無限に増やすにはどうすればいいと思いますか。人口？はい。人口。無限に増やす方法はないでしょうかという。難しいことでございます。難しいね。オリンピックの招致は日本の東京オリンピックはどのように思われますか。招致問題やった方が賛成でございますか。まあ、個人ってこういうタクシー業界みんな賛成してるよね、はい、賛成していますか、うん、景気が良くなる、うん、では7月の衆議院選挙についてはどのようなお考えを持っていますか。自民党一人勝ち。iPS の再生医療についてはどのようにお考えでしょうか。山中教授の再生医療です。すごいことだよね。すごいことでございました。ありがとうございます。今年のノーベル賞は誰に取ってほしいと思われますか。それは分かんない。分からないで。ありがとうございました、はい、タクシーの車掌様でございました。タクシーの車掌様でございました。西口公園に行ってまいりました。上重アナは日本テレビでいろいろインタビュー、外国の方にインタビューしてて、立教の近くに行ってまいりましたけど、 YouTube の番組をチャレンジしてみたいと思います。 YouTube 動画をチャレンジしてみたいと思います。YouTube のありがとうございます。広島長崎の方でございます。ということで、おはようございます。西口公園にいるということで、割と答えてくれる方もいらっしゃったということであります。ということで、女性の方に聞いてみたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。女性の方にありがとうございます。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 
その場所のこと。すみません、YouTube 動画を撮ってるものなんですけど、インタビューに答えていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。もっとこちらの方に行ってみたいと思いまして、参院選についてちょっと語っていただきたいと思います。まだ女性の方が一人もいらっしゃらないということで、女性の方に、聞いてみたいと思います。ありがとうございます。先ほどありがとうございます。Excuse me. I let go to saying here. Thank you very much. Excuse me. YouTube 動画を撮ってる末村と申しますけど、インタビューに答えていただいてダメですか？ありがとうございます。ということで、なかなかインタビューに答えていただけないということです。 YouTube の動画を、撮ってるわけですけど、なかなか答えていただけないというのが悲しいんですけど、あちらの方がいらっしゃいました。すいません、 YouTube 動画を撮ってる、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、YouTube 動画を撮ってるもんなんですけど、インタビューに答えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。なかなか若い方は答えていただけない、が難しいのでしょうか。難しい。Thank you very much。あちらの方がちょっとピンクの方に、あちらの方に、すみません、YouTube のインタビューに答えていただいて、ありがとうございます。さすがに、キャバクラのお姉さんはちょっと無理でした。キャバクラのお姉さんと決めつけるのはちょっと、失礼ですけど、ちょっと顔バレがまずいということで、なかなか難しいんですけど、なかなか先ほどのサラリーマンの方は非常にインテリの方でございました。すいません、 YouTube のインタビューに答えて、末村と申しますけど、 YouTube のインタビューに動画の答えていただいてよろしいでしょうか。あ、困ります。ありがとうございます。またどうぞ。ありがとうございます。なかなか話を今非常に難しいということが分かりまして、なかなか難しいということが分かりました。今日はインタビューに挑戦したんですけど、なかなか再稼働の先ほどのエンジニアの方がなかなか素晴らしいことをおっしゃっていたということでございまして、エンジニア、原発関係で働いていた方が多かったということでございまして、外国人向けの、池袋で
頑張っているわけなんですけど、なかなか難しいのでございます。なんか金髪の池袋で、本日私福島の第一原発の近くの駅、最も近い駅まで参りましたけど、ニュートリノの論文を置いてきましたけど、まあ、直接は関係ないんですけど、いろいろな人に当たってみたいと思います。YouTube の こちら、グランバザールということでございましてね、ということでございます。おっと、こちらの方が、すいません、 YouTube 動画を撮っている末村というもんなんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました。すみません、YouTube 動画を撮ってる末村というものなんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。やるわけない。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、YouTube 動画を撮ってる。ありがとうございました。やるわけないじゃんと。一周されてしまいました。おっしゃる通りでございます。皆さん顔を見せたくないらしいです。すみません、YouTube 動画を撮ってる末村という問題ですけど、ありがとうございます。なかなかこちらのミュージシャンの方が、ありがとうございます。グニ様という有意者の方です。こちらの方はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。なかなか思い出ございました。ありがとうございました。すいません、 YouTube 動画を撮ってる末村という者なんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。お前、いや俺原発についてですね。原発についてどのように思われますか。お前すげえ、俺原発よりどうする。よろしいでしょうか。いいか顔の方は、いやちょっと、ね、顔はなし、顔の方、よろしいでしょうか。いいんじゃない。原発についてはどのように、もうニュースでですね、柏崎刈谷の原発を再稼働しようと東電は言ってるそうですが、どのように思われるでしょうか。若い方のご意見をお伝えおしゃれと。いや俺は事務所の時に NG だ。若い大学生の方にお前は入ってないの。
入ってる。知らないだけ。やったげなって。いや大事だよ。はい、大事ですよ。はい、いや、はい、ありがとうございます。世間に向けて私のちょっと報道番組を作るという夢に。報道番組を作る夢に。はい。シクステツヤの自問反論、はい、個人的なあれで持論反論オブレクションです。お仕事は何ですか？私 YouTube 動画を撮ってブログをやっています。あ、なるほど。ブログで一人だけしようとしています。デモとかも参加してるんですか？デモは最近はもうやってないですね。ネット方面で訴えてる感じですか？あ、そうです。あ、そういえばネット選挙についてどのようなものですか？ネット選挙、若い学生様は、俺ら二十歳なんだから。そうだね、若い東大の学生様はどのようなものですか？ね、ネット選挙解禁だそうですから。いや、そうなんです。うん、投票率上がりそうです。投票率が上がる。それをカメラに向けて言ってほしい。カメラに向けて投票率が上がるからいい。オリンピック招致についてどのように思われますか？いいんじゃないですかね。いい、賛成ということで。あ、賛成ですね。 iPS の山中教授の再生医療についてどのように思われますか？いや、まあ確かに、うん、いや、まあさすがっすね。すがすがですか。まあ、じゃあ今年のノーベル賞は誰に取ってほしいとズバリ思われますか？今年のノーベル賞は、はい、誰が取るの、ね、候補とかいます、はい、あの飯島澄夫先生なんか何やりましたっけ？ CNT カーボンナノチューブとか、 あとは中村先生の LED というやつ、 LED いろいろ、あとヒックスのアトラス実験なんかあると思うんですけど。アトラス実験、若い方はどのようなご意見なんで、若い層がそういうのにどう興味を持ってるかっていうのを知りたいわけです。確かに、わけでございます。インタビューをさせていただきます。ノーギャラですいません。未来の一問ずついきます。一問ずつ一問ずつ、はい、あのいきますか？はい、はい、いいっすよ。じゃあお願いします。金髪の戻ってる。もう撮ってるんですかこれ？はい、戻った回して撮ってたんですか？撮ってました。あ、あ、ダメでした。いいよいいよ。原発ですか？はい、原発はまあ原発はまあ、はい、原発がなくても電力需要みたいな、まあ、足りるならまあいい。あ、足りるならいい。足りるならまあ太陽光など、まあ、そうですね、やらなくても代替案がないよね。そう、代替案がそうですね、はい、それに原発で働いてる人のその、はい、雇用とかもあるしね。はい、まあそういうのもまあ考えて、まあいろいろ考えたけど、はい、まあ大丈夫ならまあ廃止し、まあ別に危ないし、はい、廃止してもいいと思うし、はい、まあそれがどうにもならないならまあ、はい、原発の安全性を高めて、はい、どうにかするべきな。素晴らしい、インテリジェンスな若い方。じゃあちょっと個人的な、はい、質問で、人口を無限に増やすにはどのようにすれば良いと思いますか？なるほどね。これ私の個人的な、人口無限に増やすには、はい、人口無限に増やすには人口無限に増やすには、まあ、無限には増やせないわけじゃん。無限には雇用もあるし、どのような食料問題とかも問題ありますね。今自給率すげえ低いから、はい、日本限定ですか？いや、世界的に、宇宙的にですね。宇宙的に、はい、宇宙的に地球っていう枠がありますからね。はい、地球は地球を、地球を外に。未だ先進国じゃない途上国が爆発的に増えてるからね。なるほど、はい、確かに途上国が、まあまあ出生率を上げるにはどのように、具体的に出生率だからね、生きるだから、ね、その後も日本の出生率を上げるにはどのように、日本の出生率難しいですね。それが分かれば、それの整備が大変ですよね。整備の制度の、制度の、制度の、そう。あ、そう、生まれてから。みんなが子供を産みたいって思うような制度。社会にしないところも重要だし、その、はい、産んでからその人を、さすが、どうやって、さすが、東大の学生様。足りないよ。ありがとうございました。子供、費用みたいな、はい、はい、手当、子供手当、はい、あれぐらいじゃ足りないね。あれぐらいで産もうとは思ってます。じゃあ、まあ、ありがとうございました。ノーギャラですいません。上村哲司と申します。またお願いします。ありがとうございました。もらえないですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。なかなか東京の若い方も答えてくれてありがたいということでございます。
YouTube のインタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。末村と言いますけど、すいませんでした。ありがとうございます。YouTube のこちらに行ってみたいと思います。YouTube の。ちょっとまだ女性の方に聞いていないというんですけど、あなた一緒でなかなか難しいということでございまして、なかなか、おっと警察の方が何か警視庁24時、ウコンさんを思い出します。ウコンさんを思い出します。ありがとうございます。すいません、YouTube の動画のインタビューに答えていただいて、あ、すいません。すいません。ちょっと女性の方に、すいません、こちら行ってみたいと思います。なかなか難しい質問を投げかけたという、私今日こちらをもらってきまして、岩手というやつをもらってきまして、YouTube のインタビューをしているわけでございます。テーブルでございます。ちょっと外国の方にアタックしてみたいと思いますけど、なかなか女性の方は難しいということでございます。なかなか難しいということでございます。歩き回ってもなかなか難しいということでございます。カメラがちょっと小さいのがわずかでしょうか。なんかカメラがレモンは、まあ、立てないということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いいでございます。なかなか女性の方にも、なかなか話しかけることが、あ、OK、ことでございます。すいません、 YouTube 動画のインタビューに答えていただいて、いただくことはありがとうございました。ありがとうございます。すいません。
YouTube 動画のインタビューに答えていただけないでしょうか。ダメですか。ありがとうございます。ありがとうございます。女性の方が全くできないという厳しいことでございます。私も何かあるのでございましょうか。でございます。今日はこちらの桐谷美玲さんの個展をもらっていただきますけど、 あっちまで来ましたけど、ありがとうございます。ありがとうございます。個展をいただいてきましたけど、持っていこういただきましたけど、もっと食べれる人を少しビューティーメニューフェア、ありがとうございます。夏から始める池袋北区、北急袋北区と言いますね。モテコあります。モテコあります。ありがとうございます。これはクラトセブンブランド時計買取販売でございまして、ここの階段を登るということはチャンスを逃すと8億円話は変わると思います。私も いろいろ使えてたくさん貯まる東武グループポイントサービス、東武特典がいっぱい、東武カード、東武各社でご利用のポイントがたまります。ポイントは1000ポイントごとにお買い物券とお控えできます。西武でのお買い物と最大ポイントがつきにくいもの、東武カード会員募集、西武カードカウンターでということ、ありがとうございます。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 私ありがとうございます。ありがとうございます。西崎なんとか。いいですね。マンション。求人。川口方面、上東川口方面ありますね。東武東上線。ありがとうございます。なかなか女性の方がそのようにありがとうございます。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 あ、そういえば先ほど女性の方が答えていただきました。なかなか難しいということでございます。どういうことでいただきましょうか。YouTube の動画を撮ってるもんなんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。難しい。ありがとうございます。ありがとうございます。お母様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかあの方が、ありがとうございます。はい、
YouTube 動画を撮ってるもんなんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいですか。ああ、面白かった。ありがとうございます。YouTube 動画のインタビューにありがとうございます。なかなか難しいという。あの YouTube 動画のインタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。明治の方の、あ、そうです。できればあの声だけでもよろしいんで、いや彼だったら本当の本来大学生の一人、それともこういう仕事に置いちゃってるんで、ちょっとなんすか、YouTube 動画のインタビューに答えていただいて、インタビューに答えてもらって、だからほら、What do you think of Japanese? Japanese modern leader? ヌクリアリア原発の再稼働についてどのように思われますか。現場です。原発ですか。はい、まあね、原発がねなかったらね、はい、ここまで発展しなかったと思うんで、はい、日本はやっぱり、はい、でそれが原発のおかげでここまで多分便利になったじゃないですか、はい、顔出しはよろしいですか。いや、顔出し NG で、顔出し NG で、顔出し NG で首からしたなら OK です。はい、もう絶対さっきから顔映ってたから言うてずっと撮ってるもんだって、はい、いや、自分参加してあげたいところですけどね。あの、まあ、衆院選についてはどのようにある、はい、衆議院選挙ね、7月に行われている衆院選については、あ、そうですね、それは鈴木寛さんにぜひとも頑張ってほしいですね。鈴木寛さん、どちらの鈴木寛さんでございますか。そうですね、どこだっけな、党忘れちゃいましたね。あんま政治、あれなんですよね。え、いつの衆議院選挙ですかね。7月の、ちゃんとこれ写してください。ああ、しようか。平成維新、平成維新だから本当にダメですよ、右翼だから。いや、オリンピック招致についてはどのように思います。オリンピックはやんない方がいいと思います。ちなみにオリンピックなんでやんない方がいいかって、自分らみたいなこういう仕事とか、はい、あの居酒屋のキャッチさんとかいるじゃないですか、立ちが一切禁止になるそうなんですよ、はい、立って声かける、コンタクトの IC です、ああいうの全部一切禁止になりまして、はい、それを東京都知事さんが今やってるそうで、はい、話になってるんですよ。で、9月に明治大学、かっこいい、アンさんでございます。え、それではだからおじさんも気をつけてください。ポカゲットは持ってかれちゃいますよ、9月以降は。はい、わかりました、はい、で、あとは iPS 細胞についてはどのように、ね、再生医学についてはどのように。あー、超いいっすよね。あれミナージュ、あ、あいつ仕方しなかった。ではまたの、あー、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ノーグラルでありがとうございました。いつもの、いつもの若い明治大学の人でした。おっと、うんうん、原発の再稼働についてはちょっといいですか。男を磨けということです。結局今日は女性にはお目にかかりませんでしたけど、いつもの若者がいらっしゃいました。またハル大変芸人、あのハンサムの方は何の、そうちゃん頑張ってほしいと思います。いつもの若い方でございました。
YouTube のインタビューに答えていただいてよろしいですか。原発再稼働についてどのようにもありますか。よろしいでしょうか。オリンピック招致についてどのようにも難しい。ありがとうございます。オリンピック。ありがとうございました。なかなか難しい問題でございまして、なかなかインタビューに答えていただけないというね。これがテレビ局の私の。すいません、YouTube の動画を撮ってるんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。難しいモデルさんでございました。モデルさんはお金でございました。ありがとうございます、ありがとうございます。モデルさんは難しいということでございまして、すいません、YouTube 動画の女性の方やたら難しいです。何かあるのでしょうか。何かあるのでしょうか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。 YouTube 動画を撮ってるんですけど、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました、ありがとうございます。なかなか難しいということで分かっております。インタビュー番組は難しいでございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。失礼します。 YouTube の動画を撮ってる末村と言いますけど、インタビューに答えていただきありがとうございます、ありがとうございます。雨が降ってまいりました。雨にも負けず風にも負けずと宮沢賢治さんが、で今日は宮沢賢治さんのふるさとに福島県に行ってまいりましたけど、今日は西武ダイニングパーク池袋を選べる美味しさということで、すみません、はい、YouTube 動画を撮ってるんですけど、はい、インタビューに答えていただいてよろしいでしょうか。あ、マジっすか。何の方ですか。あなたは原発再稼働についてどのように思われましたっていう、なるほど質問なんですけど、全然詳しくないんですよね。あ、そうでございますか、賛成でも反対でもないです。人口を無限に増やすにはどうすればいいと思いますか。これは難しいでございます。難しいですね。オリンピック招致はどのように思われますか。東京がいいですね。賛成ということでございます。はい、7月の衆議院選挙はどのようにお考えでしょうか。全然考えてないですね。iPS の山中教授の最新学についてはどのように思われますか。最後になったじゃん。全然わかんないです、ごめんなさい。ありがとうございます。ズバリ今年のノーベル賞は誰に取ってほしいと思いますか。ありがとうございました。ノーギャルで、ありがとうございました。すみません、本当に。ありがとうございます、ありがとうございます。若いお二人に、若いカップルの方に聞いていただきましたけど、なかなか今日は外国の方に質問を受けるのが難しいということでございます。こちらの方に池袋の街を歩いていきたいと思います。ありがとうございます。
YouTube 動画を撮ってるんですけど、インタビューに答えていて、何のためにこれ？ジャパニーズ。What? Can I record your interview? あ、いや、大丈夫です。無理。ダメ。Thank you very much. Thank you very much. Can you...ありがとうございます。無理でした。ありがとうございます。ありがとうございました。なかなか録画難しいということでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですよ。青木でございます。なかなかこっちの方に。ということで、ご覧して YouTube 動画を撮ってます YouTube Google、俺たちのトリトンということでございます。ありがとうございます。漫画喫茶ギラギラ俺たちのトリトンっていうことです。女性の方がなかなかインタビューに答えてくれないっていう、 YouTube 動画のインタビューに答えていただくことはありがとうございます。できないとすいませんね、たまたまでございます。さあ、サンマルコカフェにやってまいりました。ミラクルフラッペ金時、練乳カフェスミルクフラッペ、カフェウィンナーミルクフラッペあります。マンゴーミルクフラッペ、イチゴミルクフラッペ、抹茶金時ミルクフラッペ、わらび餅パフェ、プリンチョコっていう、ストロベリーパフェというのです、プリンアラモード、キャラメルナッツソフト、イチゴチョコソフト、抹茶ソフト、ストロベリーソフト、マンゴーソフト、チョコバナナソフト、ぜんざいがありますね。ぜんざい、わらび餅、それを洋風ぜんざい、デニプラン、チョコバナナ、デニブラン、グラムチャウダースープ、プレミアムココ、カフェラテ、ブラック、アイス、ベトナムコーヒー、大阪ミックスです。アイスコーヒーがあります。卵ハム、チーズサンド、チキンカツ、プリプリ卵サンド、やみつきどこチョコ、サンドイッチランチ、おすすめランチがあります。絶品バーガー、チョコクランチがあります。フランスチョコクランチがありますね。ミニ池袋ムスコーということでございまして、鶏肉が笑ってる、踊ってる、焼肉が俺を呼んでいるということで、ぶっちぎり食べ放題ということで、牛屋ということでございまして、ございまして、カラオケ浜焼き太郎という、毛袋東口ということで、ハイボール浜焼き太郎があります。カラオケがオスプレイカラオケでございます。甘いへのこだわり、なかなかインタビューは難しいということを実感しております。名古屋ここです。地図ってことなんで、
こちら、こちら何ですか、 AKB の人じゃないですか、違いましたかね。あ、いらっしゃる、これ北海道出身、ネットラジオチャーダーワーニャじいさん、これでございます、ありがとうございます。こちら何かいっぱい本があります。こちら本がございます。これをちょっともったいないので、あっちの方に置いてみたらどうでしょうか。面白い、これが合うかもしれません。買ってしまいました。取らせていただいたお礼に何かを置いていただきます。紐の矢ということでございまして、こちら、最大13時間17分、いやー次やっちゃいます、ラブユーラスペースお客さん思いっきり選んでください、ということでございます。どうぞどうぞどうぞ、山の楽器、山の楽器、ベイヤフ iPhone を合わせると、合わせると、そうですね、仕事を立っておるということでございまして、ビームスでございます。今日のインタビュー動画は成功のような失敗のような成功、今何数名の人に答えていただきましたけど、なかなかインタビューは難しいということが分かりました。ヒューマックスパブリオン2700、カラオケコーティジュード、ラジオホール、漫画ということでございます。ということでございまして、工事現場、私の好きな工事現場です。全館休業いたしますということでございまして、
信用ありえん。おって知りたいなかなか。